あ、もうこれ撮ってる？撮ってるよ。ああ、頭痛くなってきた。大丈夫だから。大丈夫、大丈夫。大丈夫？うん。俺多分ユリのいなかったら逃げ出してるわ。なんでや。いや、本当にこれもう世紀のね、第一線だよ。俺からしてみたら。そうなの？本当に。大丈夫だよ。本当？大丈夫、大丈夫。ごめんね。始まんないね。よし。撮るか。俺でも見てよ、俺これ。もう昨日全然寝れなくてさ、もう目真っ赤っかだもん俺。伝わってくる。伝わってくる。弁当やばいでしょ。まあ、こうなったのもさ、めっちゃ理由があって、うん、実はちょっとゆりなの口から言って。私が言いますね。うん、そうなの。実は私たちゆりいち付き合って今年で5年と半年、そうだね、うん、になるんですけど、うん、なんと初めて。ごめん、ずらしてももったいないわ。うん、ごめんごめん、そうよ。なんと初めて私の父親と一郎くんが一緒に旅行に行くことになりました。やばいやばいやばいやばすぎる。なんでね、うん、こんなにも一郎くんがテンパっているかというと、付き合って5年半初めて話す。そうね、もう初めてに近い。そうだよね。もう「おはようございます」とか「こんにちは」とか「お邪魔しました」とか、そうそれを数回交わした程度。いや多分ね3回覚えてる覚えてる。だからほぼまあ初対面よ。初対面ほぼね。で旅行っていうね、これもなかなか難易度が高いことしてるよね。いや本当なんだよゆりな、それね、やばくない？もう5年半年なわけ。そうだよね。俺たちのその重みが違うじゃん。どんだけ引っ張ってきてんねんみたいなさ。確かに。だから初挨拶みたいな感じだよね。えってことはあれ、娘さんくださいみたいな。そこまでいかないけど。違うよね。なんか妄想しちゃうじゃん。ねえ違うの？もう熱が回らない。大緊張でしょ。そうだね。本当にね、昨日も一日寝れなかったし、うん、今お前何の服着ようかとか、うん、何の靴履こうかとか全然まだ決まってないよね。そんな決めなくて大丈夫だよ、そんなに。まあね、うん、今までそんなことなかったじゃん、うん、一緒に旅行に行こうかとか、うん、うん、5年半年かけて初めてのお誘いなわけ俺は。わかる？こんなこと今までなかったじゃん、うん、だからお父様はどうしてこの私を誘ってくれたのかなっていうところもだからあるわけ。なぜ今なんだっていう。そうそう、なんで今なの。それにだからちゃんとその気持ちをね、僕の気持ちをお父様のお気持ちに対して私がこう答えていかないといけないよねっていう。ごめんね、なんかどうしても今日早口になっちゃうっていう。いやでも確かにね、パパもなんでさいきなり旅行なんだろうね。パパとしても何かあったんじゃないかな。ここで距離を縮めようっていう。それは娘さんくださいとかいうやつ。その前にってことね。あ、そうか、その前にワンクッション置いて。そういうことか。うん、なるほどね。そうでしょ。まあ確かに、うん、本当に。でも私のパパさ、うん、その彼氏とかに絶対会いたくないタイプだからさそう嫌いだから今まで避けてきたとかじゃなくって、私の彼氏に会いたくないっていうだけだから。まあそうか、そう、まあ、あんまりそこに考えるのやめて、うん、とりあえずもう今から私たちは一回名古屋に帰って、せやそれでパパたちと合流をして、その後京都に旅行に行くので。せやね。そう京都ね。まずはもう行く前にパッキングしなきゃいけないから。いや本当にそうなんだよ。パッキングしてこね。うん大丈夫。俺変な行動しちゃうかもしれないけど大丈夫大丈夫。分かった、大丈夫。俺多分人生一緊張してるわ。大丈夫。ほんま大丈夫。じゃあパッキングしようか。パッキングしよう。ゆりちゃんこれでいいかな。そのサイズで大丈夫。大丈夫。もっと大きいやつあるけど。1泊2日だから大丈夫。そっか国内旅行だから。本当？そっか国内旅行だ。パジャマとかはあっちにあるから、ホテルにあるから。うん。大丈夫。これでいいね。詰めてこ。見えてないよ。うん？見たと後ろ。本当だ。この辺かな。詰めてくか。詰めてきましょう。てか久々のパッキングだね。ね、パッキング久しぶりだね。うん。まあどうせ俺のはさ見たくないと思うから。それ言うな。やってて。やっててよ。私は次の日のお洋服。これクリスマスの時に着れなかったお洋服。ゆりちゃんは次の日何の色の服着るの？この色だよこの色。オッケー。ね、そうやめて。あ、ごめん。行ったり来たり行ったり来たり。ごめん。本当にごめん。あれ？でこれはね、下着類を持って、あと何かいるかな。え、どうしたの？こっち来て。何よ。何？そっちの方がいいかな。ちょっとそれは派手すぎるんじゃないかな。派手かな。ちょっと派手すぎるんじゃないかな。なんか結構攻撃的な感じでいった方がいいのかなと思ったりもしてて。それはちょっと勘違いじゃないかな。どんなのがいいかな、ちょっと結構ガチでもやってる。攻撃はしちゃダメだと思うよ。あ、そのなんか弱気じゃなくて、そういう意味じゃないよ。そういう意味、本当にそういう意味じゃなくて。あ、強い男としてってことね。なんていうの、ユリナの彼氏として。それちょっと間違えてるかもしれませんね。間違えてるか。ちょっとマジでどんなの方がいい、かな。なんかもっとシンプルでいいと思うよ。うん。ちょっと待って。うん。これはシンプル。おお、確かにイチローって感じするね、それ。似合ってるよ。似合ってる。うん。レザーもさ、やっぱあったかいしさ。うん。どっちかで迷ってるんだよね。かっこいい。こういう系のシックな感じでいくか、セットアップ。かっこいい。本当に？これ結構似合ってる。でもこれにしようかな。好きだよ。マジか。ちょっとその俺さ、リアルな話していい？俺1週間前ぐらいから何着ようかって迷ってたの。本当に。でまだ決めれてないの。そう、まだ決めれてない。まあでもやっぱこれかな。なんかゆりなとさ、おそろの方がいいじゃん。これ？どれどれ？でもなんかさ、なんか、あ、それじゃない？一応これが第一候補だったんだけど、これ、これどう？それじゃない？スーツって黒色のイメージない？スーツで言ったら逆にびっくりだから。あ、そっか、ちょっと違うね。逆にびっくりしちゃうよ。だからいいんじゃないかな。これほら。やっぱこれか。全身でちょっと見せてよ。攻撃力とか大丈夫？いいよ。弱そうに見えない？全然見えない。本当に？センターポーズ取ってみて。センターポーズ。それパパに向かって。あ、いや、パパもこの角度がちょうどね、この廊下にすっぽりとはまって。そうもちろんそんなパパにこんなやらないよ。当たり前じゃん。いいと思うよ。なんか誠実さが見えて。ありがとう。ごめんね、ちょっと準備の邪魔しちゃって。いい感じだよ。あ、ごめん。2日目の服ってこれでいいかな。いいよいいよ。なんかゆりながベージュっぽい服だったから、ちょっと俺もそれに合わせてベージュっぽい服にしようかな。本当持ってくものがないんだけど。あんまりない？嘘。でもさ、なんかあるかもしれないよ。ないよ。いや、本当になんかあるかもしれない。それないの？どっちが持ってる？あ、俺が持ってくわ。え、待って、なんで掃除機？え？一郎？ねえ。何してるの？え？何って掃除機かけてるんじゃん。なんでトイレ掃除してるの？え？いや、なんかさ、なんか支度もうすぐで終わるし、なんかさ、本当に落ち着かなくて。その格好で掃除してるの。面白すぎる。本当になんか落ち着かなくてさ、なんかしてないとって気分になっちゃって。まあ、掃除してくれるのはありがたいけどさ、昨日も掃除してたじゃん。そうなんだけど、掃除した方がなんか心が浄化されるみたいな。ああ、なるほどね。すっきりというか、なんかさ、緊張してますね。そうなんだよ。俺のこの緊張も掃除機で吸ってくれ。あれ？もういいから。これも持ってこうかな。CA のね、この間個人チャンネルで紹介した購入品。よいしょ。洗顔持ってきた。そんなにいる？え、無理の終わり？ゆりな、イヤリングってつけてていいかな？え、いいよ全然。でもさ、なんかチャラいと思われたくないじゃん。思わない。やっぱりファッションで思わないよ。そんなファッション、何でもファッションオッケー。チちゃ本当にいつものイチローがいいよ。本当に？うん。いつもの俺？うん。やべえ。手汗半端ねえ。かっこいいよ。本当に？うん。ゆりながそういう風に言ってくれるんだったらちょっと自信がつくけどさ。うん。まあ本当第一印象よ。うん。まあでもそういう風にゆりながチャレっていう風に思ってくれないんだったら。思ってくれない？思わないんだったらこれでいこうかな。うん。バッチリバッチリ。大丈夫大丈夫。ありがとう。イチローできた？ちょっと待って、これディップってこの色でいいかな。大丈夫？ちょっと完璧完璧。赤ディップじゃなくてブラックディップにしてみた。130点130点、うん、150点期待してた。150点オッケー。よし、時間は大丈夫か？大丈夫です。ちょっと待って、大丈夫です。アキシーも呼んだ。オッケーオッケーオッケー、完了しました。いや、ありがとうゆりな。まあ言うてさ、うん、もうこっからが本番ないよ。そうだね。もうなんか完走しきっちゃってるけど大丈夫？ああ、42.195キロ。フルマラソンね。あ、てか今日さ、イチローにもらったピアス溶けたんだ。おで俺？うん。本当だ、可愛い。ちょっとみんなに見せなよ。初めてじゃん。はい、イチローもさ、似合ってるよ。今日の服も。めっちゃ汗かいてるわ。リアルに。どんなイチローでも大丈夫ね。本当に？うん。まあでも本当にね、後悔がないように。そんな声作らなくていいから。本当にこの声で大丈夫？大丈夫。分かった、大丈夫。ごめんね、なんか変なイチロー見せちゃって。大丈夫だよ、みんなもね応援してくれてると思うよ。本当に？うん。よし、あれか、京都の Vlog は一応撮るもんね。そうだね、撮れたらちょっとそんないつもみたいに撮れないかもしれないけど、楽しんでる様子を少し撮れたらなと思います。楽しもう。そうだね、楽しもう。楽しむための旅行なんだから。本当だよ。久しぶりの京都、行きたかった京都。美味しいもの食べよう、いっぱい。楽しもう楽しもう楽しもう。味感じなかったらどうしよう。ありがとうねゆうな。っていう感じで、新年早々ドタバタだけど頑張ろう。新年早々いろんなことを乗り越えていい年にしよう。よし、じゃあ締めようか。今日も最後まで見てくれてありがとう。じゃあ次のね京都 Vlog もぜひ皆さん楽しみに待っててください。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。チャンネル登録してね。してね。ああ、ゆうな。